大学1年生稲葉菜々子選手です。去年おととしと5位に入賞しています。シニア女子シングルランナー4東北エアロビクアスリート所属、勢いのある曲に合わせた迫力ある演技を目指しています。まず最初にジャンプ系の技から入ります。はい、1回転のストラドルジャンプからプッシュアップで降りました。ダブルターントゥーバーカル。このエレメントと呼ばれる技は力、ジャンプ、バランスなど4つのグループに分かれて、それぞれのグループから最低1つ以上入れます。最大10個までがこのエレメントとして数えられます。こちらもジャンプ系の技で水平以上の高さが必要になってきます。力系のモルドバン、足を開いたり閉じたりして回転します。はい、その中で2秒間保持しなければいけません。この外側のライン、白いライン、10メートル四方の競技エリアの中で演技していきます。エレメントだけではなくてエアロビックの動作、足のステップや腕の組み合わせなど、あるいは今のような、はい、アクロバティックと言われるエレメントなども入ってくる内容になってきます。片足で大きな円を描くバランスと柔軟性の技、イリュージョンです。はい、ダブルイリュージョンというバーティカル 0.9 の技です。技は 0.1 から 1.0 までの評価点を持っています。1分30秒の演技が終了しました。前回のチャンピオン、ユースでの実績も十分にあって、シニアに上がってすぐ去年17歳で掴んだ初優勝でした。2連覇を狙う児玉真奈選手です。 OSK スポーツクラブ所属、岡山県。今年はどのような演技で来るか楽しみですね。テーマはエレガントな躍動です。児玉選手もジャンプの技から入ります。足を伸ばして飛ぶパイクジャンプ。柔軟性を生かした移行の動きもありました。ジャンプのコンビネーションです。コンビネーションになりますとエレメント2つ続けて 0.1 の加点があります。表情など含めていかがですか。非常に曲を自分で楽しんでいる感じがあってエレガントに動いてますね。やはり柔軟性が非常にありますので、それを生かした演技をしっかりと行えていると思います。見どころの一つ、3回転ターン。はい、軸をしっかり取った3回転 0.8 のターンが決まりました。このあたりも柔軟性を生かした移行の動作、児玉選手の個性を十分に発揮していると思います。演技の中で最も得点の高いイリュージョンです。はい、0.9。 最後少し、軸がずれてしまいましたが、難度点はしっかり取ることができます。1回転のコサックジャンプ、ジャンプも安定してますね。この後10個目の技に向かいます。足を閉じて回転する L サポート。はい、2秒間の保持がありました。技を正確にきちんと決めたいというふうに意欲を見せていました。はい、今日はそれがしっかりとできていたと思います。動きの中でもう少し、ダイナミックな部分が出てくると良いかなと思いますが、実施の点数、に関わる、エレメントの実施の状態は良かったのではないかと思います。はい、去年おととしは8位、河野さゆり選手です。女性らしさをテーマに、ジャンプの高さに注目してほしいということです。はい、まず最初コンビネーションから入ってきます。はい、シザーズからエアーターンのコンビネーションでした。非常にパワフルに動く選手ですね。足を閉じて回転する L サポート。
この後注目のジャンプ高さ注目しましょう。側転の移行動作から動きを加えてジャンプです。足を伸ばして飛ぶパイクジャンプ。着地が足と手がバラバラになってしまいましたので実施で減点が入りますね。やはりジャンプからプッシュアップの状態で降りるときも同時に降りることが理想になります。イリュージョン少し軸がぶれました。そうですね、ちょっと軸がずれてしまいましたけど最後踏ん張ってバーティカルまで持っていきました。片足を曲げるコサックジャンプ、はい、1回転のコサックジャンプ 0.5 です。ターンももう少し回りきれなかったかなと思いますが、エアロビクの動作も非常に動きははつらつとしていていいと思うんですが、やや狭い範囲での動きになってますので競技エリアを十分に使っていける選手だと思うので、そのあたりがこの後どうでしょうかね。外側の白いラインが10メートル四方の競技エリアです。表情がすごく良かったですね。そうですね、気持ちよい、パワフルな感じを表に出せる、そんな選手。相良嘉陽選手、おととし2012年に7位、前回はミックスペアで優勝を果たしています。相良嘉陽選手です。手足のスピードに注目しましょう。ターンからコサックジャンプ、片足を曲げるジャンプです、はい、コサックジャンプとパイクジャンプのコンビネーションでしたね。3回転ターンから何とか3回転で止まることができました。Lサポート、足を閉じて回転する力技です。一つ一つの技をしっかりと、丁寧に行っている感じがしますね。手足のスピードを表現したいと話していましたがいかがですか。はい、スピードはあるんですが、やや動きがシンプルなところがありますので、そのあたりが、もう少し動きを頻度を高くするという状態があるといいのかなと思います。手も足も複雑で多様性のある動きというのが、はい、より芸術点に反映されていくんですよね。そうですね。手をつかずに片足で円を描くフリーイリュージョン、はい、0.8、 最後は手をつきませんでしたね。背中から首で回っていくヘリコプター、はい、それもしっかりダイナミックな形で行うことができました。大学1年生相良選手の1分30秒の演技でした。3大会ぶりの女子シングル、坂井真優選手です。2009年には2位に入って2011年の大会は3位、実力のある選手です。左膝の怪我から復活しました。 OSK スポーツクラブ所属、岡山県坂井真優選手です。手足が長い印象があります。はい、非常にスタイルのいい選手ですね。その手足の長さを生かした演技が楽しみです。シザーズリープ、はい、足を伸ばすパイクジャンプ、ジャンプも高さがありますね。非常に女子の中でも力強く動けていると思います。足を曲げて飛ぶコサックジャンプ、1回転のコサックジャンプが決まりました。今日非常に伸びやかな感じがしますね。表情もいいですね、はい、構成の中で最も難度の高い2回転のイリュージョン、最後手をついたバーティカルスプリットの 0.8 のイリュージョンになりました。
ストラドルリーグと A フレームのコンビネーション、そしてヘリコプターと技が続きました。怪我から復活ということもあって、今回のテーマ渾身の舞というテーマを掲げました坂井選手です。そういうエネルギーが出てますね。その中でも非常に動きが伸びやかというかナチュラルなイメージを持って動いていると思います。ダイナミックな表現を見せてくれました坂井選手です。さあ、過去にはワールドカップ優勝の経験もある実力者、25歳の中澤彩子選手の登場です。この日本選手権では2位が最高、初優勝を狙います。2011年が2位、去年は3位でした。前を向き生きていく力強い女性を表現したいと臨みます。演技の冒頭にイリュージョン、2回転、そして手をつかない難しい技を入れてきます。いかがでしょう、菊池さん。はい、最初の 0.9 の大技を決めて気持ちよくスタートできたと思います。菊池さん、小作のジャンプのコンビネーション、ストラドルリープ A フレームのコンビネーション、そしてサポートと技をつないでいってますね。に合わせてテンポの良い演技、軽やかな演技が続いています。そうですね、曲調とうまく体のメリハリを使った演技になっていると思います。10点満点の芸術点に反映される部分です。エアタも軸がしっかりと取れていました。このターンはどうでしょう。少し止まる位置が、自分の思ったところにはならなかったんですが、なんとか踏ん張りましたね。初優勝を狙う25歳の中澤選手、非常に力強さがある動きが続いていると思います。首から背中にかけて回転するヘリコプターが最後10個目の技エレメントです。会場からも大きな拍手、はい、素晴らしい演技でしたね。そうですね、やはりご本人も言っているような力強い女性というのが、連覇とはなりませんでした児玉選手、この選手に優勝への思いを託しているかもしれません。岸野陽子選手、おととしのチャンピオン、去年はチームメートの児玉選手に敗れて2位、2年ぶりの頂点返り咲きを狙います。非常に高難度の技を、難度点の高い選手です。高いジャンプ決まりました。最初のジャンプ2つが非常に高く安定感のあるジャンプでした。仰向けに体を浮かすハイブイサポート、不注意がしっかりとありましたね。さあ、この後アピールしたいと言っていた3回転ターン、軸をしっかりと取った綺麗な回転ができました。エアロビック動作が非常にメリハリがあって動きのキレがいいですね。技と技の間をつないでいくエアロビック動作も非常に重要な要素です。力技の L サポート、しっかりと体が浮いています。中盤のジャンプはどうでしょうか。はい、回転もきっちりと入ることができました。自信を持って演技している、そんな感じがしますね。表情の明るさも伝わってきます。前へのエネルギーが素晴らしいですね。最後に難度の高いイリュージョン、非常にきつい時間帯ですけれども、どうですか。ここにこの 0.9 のイリュージョンを持ってくるのは
ここまで自信があるからこそできることでしょうね。充実感のある表情を見せてくれました。いい表情でした。おととしのチャンピオン。